銀製のリザで飾られた火山の生真珠イコンから外されたリザリザもしくは、オクラドは、聖教会において用いられるイコンを保護する金属製の多い。普通、メッキされるか銀製の金属で、レリーフの技術を使った装飾と共に作成される。そこには貴重な宝石や真珠が用いられ、時にはエナメル加工、洗浄細工、手間のかかった模造品も使われる。 リザの使用はビサンティン美術に起源があるが、ロシア語の術語はしばしばギリシャイコンに適用させられている。ギリシャ語ではギリシア語、イプシロンパイニューデルタウプシロンシグマイータとの術語がある。リザの目的はイコニへの数形にある。リザにはハリストスや聖人の像が彫り込まれる。ろうそくやオイルランプがイコンの前で燃えており、航路が 方針霊の間に焚かれているため、イコンはいつも黒ずむ。リザはイコンを保護するのに役立つ。ウラジーミルの生信条のリザ。リザはイコンを覆うことに特化してデザインされているが、イコン画の主題として描かれている人物の顔と手、足などは剥き出しのままであり、直接見て取ることができる。リザの後輪などはイコンそのものより精緻に作られていることも、ままあり、 生真珠の遺恨にかけられるリーザにはしばしば宝冠が付けられ、その衣服には大抵真珠や宝石などが飾り付けられている。普通リーザは肖像の顔と手を除いて遺恨画の全体を覆ってしまうものだが、特に古いものでは主題となっている人物の降臨だけを覆うものも見られ、そういうものはベニエツと呼ばれる。また時としてリザはロシア語ではサターと呼ばれるトルクやゴージットとして、 様式化されたものも含む、後期ビサンツ帝国のものは特にそうなのだが、そもそもリザをつけることを前提として描かれるイコンも、ある。つまり、リザで覆われない部分は、初めから描かれないのである。ビザンチンの生仮民女、ダーリの辞書によれば、には次のような意味が紹介されている。イコンを覆うこと。銀やリザなどのオクラとで装飾すること。オクラ度のないイコン画は裸の、 聖画像である。このイコンの装具は文献によっては、や、税といった名称も参見される。現在の、オクラドという言葉の登場は、16世紀を待たねば、ならない。教会スラブ語である、リザも、やはり同時代のものである。オクラドがイコンと切り離されて捉えられるということは、ありえない。イコン側常に、覆われた聖画像なのである。元々のオクラドが外され、 別のイコンにかけられていたリザに取り替えられたなら、それは選ばれし、オクラドと呼ばれる。リザという言葉の語源に関しては、はじめのうちは、単にオクラドの一部を表すものとして用いられていたのだが、後にオクラドそのものを指すものとして意味が広がったと言われている。ファスメルは、ルバーハ、トリャプカ、リエザチとの同族性があるとしている。まばゆい輝きを持ったイコンのリザは、 この世のものならぬ、刑事上学的な光のシンボルである。光をまとえよ、リザのごとくにというわけである。遺コ数形を問題にした第二二回アコ会議では、契約の箱の材料と遺コの同一性に着目された契約の箱は黄金で覆われていたのであり、それならば、遺コも貴重なるオクラドで飾られるべきだということである。大抵遺コには、 オクラドの下に描かれたばかりであっても、入念に衣服や背景、名が書き込まれる。それは、オクラドがないままであっても、美しい見栄えを保つためであった。同じような念の入れようは、イコンに描かれた聖者たちの予想意に等しいこれらの、リザは、魂の救済というイメージを象徴的に開示するものであり、精錬と神の恩恵によって、輝かしく飾り付けられたものと解することができる。 宝石や真珠、まばゆい放浪などをオクラドにあしらうことは、いくつもの精神的温床によって彩られた魂の、豊上のシンボルなのであるという言葉にも見て取れる。オクラドの目的は、刑事上の光の象徴を作り上げることであり、そこには、生成が宿っている。永遠に反応する植物をモチーフにして装飾されたバスマーは、その神的な光の、 生き生きとした力を表している。この貴重なイコンの装具の起源は、イニシエからの伝統である聖者の崇拝と関わっている。いわゆる異端のキリスト観に習ったものであるが、そこから偶像崇拝の要素をなくし、信仰のための言語を人格化する手段としたものであった。キリストの人生像へナメルの施されたリザが、付けられている貴重なオクラドやリザをイコンに着せることは、 何かの守備がうまくいった後で神へ封建をし、感謝する習慣にちなんでいる。今ではこの伝統は失われてしまった。聖堂の遺恨がは長老に寄進するため幾くもが、リザで覆われた。また次第に、一般の来訪者による沈没でもそれがなされるようになった。遺恨が描かれたならすぐに清めの儀式が行われる。それを収めた聖堂は、そのまま、 リザの資金を捻出するために奔走する。それまで、イコンには、顔と手があるだけである。そのままで不足しているものの価値は、白銀の質とそれを掘り上げる職人の腕前に、かかっている。ロシアの聖堂という聖堂に置かれた、おびただしいほどのそれらの作品群は、異国の旅人にも、衝撃的な印象を与えた。そのうちの一人はこう述べている。 チフビンの生信条の遺婚性信条の遺婚の装飾は非常な人気を博した。ロシアで最も絢爛たる黄金のオクラドの一つは、ウラジーミルの生信条のためにアンドレイ・ボゴリブスキー校が特注したものである。初期のオクラドは合わせて1プードもの金が使われているが、これも上流社会の成功者のみがなせることであった。ドンの生信条のために17世紀に作られた、 オクラドについての記述は有名である。これは1680年に福音大聖堂が写本のわずかなページにまとめたものであった。君主政治のもと、尊ばれるべき遺恨画をオクラドで飾り付ける伝統は、さらに時代が下っても保たれていた。1768年には、女帝エカチェリーナ2世が生新女福音大聖堂にある火山の生新女に、 自らの金管でもってそのオクラドの一部としている。あるいは反対に、1722年1月には、ピョートル一世が次のような命令を出している。今後、ロシアにおいて、聖画像を掲げる、あらゆる教会は、つまりは、金か銀か銅か、その他、薄来品を掲げているものと思わねばならない。これを禁止する。命令は、長老や民衆の不況を買ったが、 にもかかわらずあわゆる封建品がイコンから取り外されることとなった。悲しむ人々は幸いである肖像を除いたイコンの全面を覆うオクラドは中世のレリーフ型のイコンに起源を持つ。これは全体が貴重な金属からできているものである。もともとオクラドは細かな彫刻、ロシアで知られている最も古いの17世紀のものであり。 聖人ペトロとパウロを描いたイコンに付けられていた銀製のオークラドものである。同じものはノブゴロドの聖ソフィア大聖堂で保管されているオディギトリアの生真女のイコンにもある。初期のオークラドはイコンの背景の一部を覆うものでしかなかった。16世紀に入ってバスマーと呼ばれる最もシンプルなオークラドが使われるようになったことがわかっている。バスマーとは 薄い金属の板のことであり、模様を型にとって打ち出されたものである。このようなタイプのオクラドはより作りやすく、17世紀の前半には、イコンの製作技術の向上と相まって一気に普及するようになる。17世紀の終わりまでに、イコンのオクラドは、美術工芸品の一種としての独立した価値や、また、構造、衣装の特異性が認められるようになったと現在では、 考えられている。砂漠の天使、聖医アン17世紀頃までには、海画空間全体を覆うタイプのオクラドを目にすることがさらに多くなる。つまり、オクラドの制約を受けないのは顔だけである。そしてこれ以降は、この全面的なオクラドが圧倒的に増えていくのである。中世のルーシ人たちによる炭性なバスマー作品に変わってバロック風残った オクラドが登場し始める。そのようなオクラドは次のような手法で作られている。銀の平板を職人がまず飾り枠にし、その内側で同じようにして聖者の肖像や衣服の細部を整えていく。それを繰り返して一層複雑な構成に近づけていく。また署名はバロック風の一風変わった飾り文字で書かれる傾向が強かった。研究者たちによれば、そのようなオクラドは こと表現力において、当時の彫刻作品に引けを取らない。バロック的な要素はしばらく続き、19世紀にまで及んだ。その凝りに来られた細部が、ある意味で、法上さのシンボルとなっていたのである。ウラジーミルとワルワーラ枠型だけのシンプルで、古典的なオクラドそれにもかかわらず、しばらくするとより、シンプルで、より簡素なものが増えてくる。1730年代に、 ロシア領内でいくつもの銀山が発見されてからも、そういったオクラドは型にはまったようなもののままだった。宝石細工に機械が導入されるようになり、オクラドからは方向性とでも言うべきものがなくなってしまう。圧縁や型抜きはオクラドに無個性化をもたらした。19世紀にはオクラドの大半が薄い銀板から作られるようになる。そこから専門用語で、 ホイルと呼ばれるようになった。薄い金属板を元にデザインしたものを型抜きするのである。衣服や冠は手で掘られてもいたのだが実際にはそれ以上にメッキやハンダ付けが主流になった。時には銀製のオクラドが金でメッキされることもあった。そのようなホイルされたオクラドは骨董紙などでは最も高値が付けられる。より価値があるものは より入念に細部が鋳造されたものである。同時にまた19世紀には、奥などに古典主義的な様式が現れるようになる。模様に規則性が取り入れられたり、枠や地、後輩などが秩序立てられて廃された。時代が下るにつれて、奥などはさらに地味なものになっていく。しかし、19世紀末の30年間は、回帰的な傾向が認められ、 かつての中世ロシア的な様式を見せている。新技術により、遺コンがそのものの価格も下がった。19世紀から20世紀の初めにかけて、大量生産された家庭用遺コンは、すでに手抜きがなされていた。その上のオクラドは単に顔や手の一部を、それらしく覆っているだけで、背景や装いなどが細密に仕上げられることはなくなっていた。興味深い事実として、 不可解かつ冒頭的な表現のなされた、いわゆる地獄の遺魂の存在が挙げられる。これは、オクラドや装飾的な覆いの下に、悪魔や角によりかかる聖人の顔などを描いたものである。同じような遺魂画は、服、バシーリーとして伝わるものにも見られるが、19世紀のノードたちの間ではより一般的なものであり、好まれていた。ロシアのリザの大部分は、それが、 あまりに高価な素材を用いているという理由から持ち出しが禁止された。1921年の精霊はロシアにある修道院の所蔵品をすべて廃棄するように指示している。主要なリザは境界資産没収委員会によって挑発されてしまった。福橋リオクラドは一枚型のものもあれば複数の部分が合わさっているものもある。後者を次物と呼ぶ。は 必ずしも一度に全体が奥な度で覆われるわけではなく、少しずつ重ねられていくこともままある。個々の部分が後から作られ、すでに遺コに止められている。奥などに重ねたり、古いものと取り替える。例えば封建などのような重要な行事が行われた際にはいくつもの細部が見直され、補われる。17世紀の末頃から金属板で作られ、そこに、 王冠の止められた一枚型のオクラドが継いだものに変わって主流になった。初期にはどこに重ねられるオクラドであっても板の上に釘で止められ、釘の上にまた絵や塗料などが重ねられた。この手法は中世のイコンに見られるものである。一枚の金属板から打ち出されたオクラドには特殊な留め具が使われた。それを用いることでイコンの側面にオクラドをかけ、 そこを止めることもできるようになった。釘自体も銅と銀の合金による高価なものが用いられた。19世紀には安価なオクラドは鉄の釘で止められるようになり、時には修理中の古いオクラドにも鉄釘は使われた。また、顔の周りの包管などに膨らみを持たせるために板と金属の間に密漏を流し込むという手法も特徴的である。 西洋岸黒ずんだイコン画がほぼ完全にリザに覆われている。このリザは一枚の金属板から打ち出されたもの興味、深い事実として18世紀から19世紀にかけてのロシア社会を文化的な側面から眺めると、イコンは必ずしも重要な造形芸術だとは捉えられていなかったことが挙げられる。今のように礼拝の対象として法外なまでの扱いを受けていたわけではなかった。 20世紀の初めになってやっと、ボイル油で黒ずんでいたイコンの汚れを落とす作業が始まったことが状況を変えるきっかけとなった。人々はそれらの作品の持つ美しさに衝撃を受けた。イコン画が文化史に占める意義、そしてそれが現存しているということの意味を知ったのである。大抵のイコンの美しさは覆われていた。肖像が黒ずんでいるというだけでなく、イコンを オクラドで飾るという伝統そのものにも理由がある。重要かつ、年代の古いイコンであるほど、その美しさを見て取ることは困難になる。であればこそ20世紀の初め頃には、オクラドに明るい人々は、それが何か間違ったものではないかと考えるようになった。マドンナ・ディ・サンルカこれは、1916年に、エブゲーニー・トゥルベツコイがこういった考えについて述べた文章である。 ウィキメディアコモンズにはリザに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。